はい、どうも、バー&カフェ Y 店主の山口です。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今カフェタイムが終わりまして、でバータイムまでの間でですね、ちょっと仕込みをやっていくんですけれども、で今回は、前回ご紹介した、バーの準備風景、営業前のルーティン動画っていうのをあげましたけれども、それの続きっていう感じで氷の仕込みをやっていきたいと思います。でうちで使っている氷の種類っていうのが、通常のカチ割り氷ですね、あとロックなんかで使う丸氷と、あとシェイクに使うシェイク用の氷とクラッシュアイスの、4種類を使ってるんですけれども、今日は丸氷と、シェイク用の氷とクラッシュアイスですね、先週末でちょっと結構なくなりましたので3つを作っていきたいと思います。では今日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。ではまず丸氷から作っていきます。で丸氷の作り方自体は以前動画でもご紹介いたしましたので、詳しくはそちらの方を見ていただければなと思います。こういう感じで、角氷ですね、板氷から大体8分の1個分ぐらいの四角に切り分けて、これを角を削っていって丸氷を作ります。では早速作っていきます。
とりあえずこんな感じで、6個作りました。でこれは1日ですね冷凍庫で閉めて、で次の日にまた表面をちょっと整えて完成ですね。でさっき削った氷のかけらですね、これもったいないんで1回冷凍庫で凍らせて、でクラッシュアイスに使います。はい、では次にシェイク用の氷作っていきます。でうちで普段使ってるカチ割りがですねこういう感じでちょっとこう直方体って言えばいいんですかね、流し角になってるんですよね。でこれのまんまこうシェイカーに組むと、まあ、ちょっと隙間ができたりとか、あとシェイカーの中でうまく氷が回転しづらかったりするん でこれを、こんな感じでだいたい半分ぐらいに割って使ってます。でそれをジップロックですねに、まあ、いっぱいぐらい作っていきます。たまにちょっとこう変な形に割れちゃったりするんで、これは後でクラッシュに回します。これでシェイク用の完成です。はい、では最後にクラッシュアイスを作っていきます。クラッシュアイスは先ほどのシェイクのちょっと使えない部分だったりとか、あと丸氷削った後の大きい破片だったりとか、あとはまあ普通の氷を使ってですね、で、まあ、こちらのアイスクラッシャーですね、これで手動でひたすらガリガリと削っていきます。ではやっていきます。これでクラッシュアイスの完成です。はい、動画ご視聴いただきありがとうございました。氷の仕込みいかがだったでしょうかね。まあ今みたいな感じで、まあ毎日ではないんですけれども、まあなくなるたびに仕込んでますね。で日によっては本当に一気にバッとなくなったりするん でシェイクと、クラッシュアイスに関してはまあ1袋分ストックを作っておく。で丸氷に関してはまあ10個以上、大体15、6個ぐらいですかね、ストックを持つようにはしてます。まあ今日は3つまとめてやったんで、ちょっとこの合間の時間を使ってやりましたけども、
まあ、今の時間とかで他の仕込みだったりとか、あとまあ買い出しなんかもいろいろやったりするんで、あとは営業中ですね、まあ、ちょっと暇な時間とかにちょこちょこ作ったりとかっていう感じでやってます。ではまた次回何か作っていこうと思います。もしよろしければチャンネル登録、あとグッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。